2005年日本グランプリ、2005年日本グランプリ、2005ジャパニーズグランドプリは2005年間1世界選手権第18戦として2005年10月9日に鈴鹿サーキットで決勝レースが開催された。前線ブラジル GP にてルノーのフェルナンド・アロンソがドライバーズチャンピオンを獲得。コンストラクターズタイトルはマクラーレンがルノーを2ポイントリードした。 接戦のまま、残り2戦を迎えた。日本 GP 前の会見にて、ホンダが、バーの全株式買収、フルワークスカを発表。さらに、来季より参戦する新チームに対して、エンジン供給を行う用意があると発表した。この新チームは後にスーパーアグリと判明するが、テレビ解説者として、鈴鹿入りした鈴木アグリは、この時点では噂を否定していた。 テレビ放送はフジテレビ系列が中継する日本 GP としては初の生放送となった。フジテレビ系列が日本国内で開催した会一グランプリを生中継するのは1994年に TI サーキット間で行われたパシフィック GP 以来11年ぶりのことであった。土曜日午前のフリー走行はウェットコンディションで行われ。 フェラーリのミハエル・シューマッハが S 字コーナーで足を救われてクラッシュした。午後の予選開始時には雨は上がっていたが、まだ路面は濡れているため、各マシンは朝溝のインターミディエートタイヤを装着して出走した。しかし、セッション途中から再び激しい雨が降り始め、終盤に出走したドライバー、前線の上位入賞者はスロー走行しかできなかった。その結果、 13番目にアタックしたトヨタのラルフ・シューマッハが2年連続となる日本 GP のポールポジションを獲得。14番目にアタックしたバーのジェンソン・バトンが2位となった。思わぬ天候の演出によりトヨタとホンダ、エンジンが日本 GP のフロントローを分け合う形になった。ラルフ・シューマッハの前にアタックしたレッドブルのクリスチャン・クリエンが自己ベストの4位を獲得し、 バーの佐藤拓馬が5位につけた。コンストラクターズタイトルを争うマクラーレンとルノーは、直に雨の影響を受け、ジャンカルロフィジケラが3位につけた以外は、フェルナンド・アロンソ、キミライ・コネン、ファン・パブロ・モントーヤの3人が16から18位と、カイグリッドに沈んだ。決勝当日の日曜日は好天に恵まれた。ラルフ・シューマッハが、ポールポジションから高スタートを切り、 フィジケラがバトンをかわして2位に浮上した。後方スタートのミハイル・シューマッハは7位、アロンソは8位、ライコネンは12位にジャンプアップしたが、モントーヤはオープニングラップの最終コーナーでクラッシュし、5周に渡り、セーフティカーが導入された。レース再開後、9周目のシケインでアロンソがクリエンをパスするが、勢い余ってシケインをショートカットした。 レースコントロールワルノーに対してペナルティの可能性を通達し、アロンソは一旦クリエンを先行させてから再び抜かねばならなかった。トップのラルフは12周目に最初のピットイン。燃料搭載量を減らす3ストップ作戦を予定していたが、セーフティカー走行で作戦が狂い、順位を落としてしまう。以後、レース終盤までフィジケラがトップをキープし、好評で バトンとウィリアムズのマーク・ウェーバーが接戦を展開した。ゴーヤ争いは、ミハエル、アロンソ、ライコネンの3代が、接近戦を演じる。19周目、アロンソは、バックストレートで、ミハエルのスリップストリームにつき、超高速コーナー 130R への飛び込みで、アウトからかわす大技を決めた。ライコネンも最初のピットインを、30周目の1。 コーナーでアウト側からミハイルを抜いた。アロンソはピットイン後ポジションを落としたが、再びミハイルの背後に迫り、33周目にライコネンと同じく1コーナーアウト側からこの日2度目のオーバーテイクを成功させた。上位6台はフィジケラバトンウェバーライコネンアロンソ、シュマッハの順となる。フィジケラは2以下を20秒近く離して、38周目に2回目のピットイン。 40周目には、バトンとウェバーが同時ピットインしたが、ウェバーの給油作業の方が早く終わり、二人の順位が逆転した。ライコネンはピットインを最後まで遅らせ、ファステストラップを記録しながら、コース上でマージンを稼いだ。45周目にピットインすると、ウェバーとバトンを交わして2番手で、コースに復帰。トップのフィジュケラとは5.4秒の差があったが、フィジュケラはタイヤの摩耗で、 ペースが上がらず、両者の差は急速に縮まっていった。49周目、アロンソがホームストレートでウェバーに並びかけ、イン側の芝生にタイヤを落としながらもひるまず3位に浮上した。ライコネンはフィジケラよりも2秒早いラップタイムを出し、残り3周で背後に追いついた。52周目、フィジケラは 130R で周回遅れに捕まり、2台は テールとノーズの状態で最終ラップにとした。ホームストレートでライコネンはアウト側にラインを変え、フィジケラの抵抗にも構わず1コーナーアウト側から抜き去り、ついにトップに浮上した。ライコネンはフィジケラを引き離し、劇的な展開で今季7勝目を達成した。ライコネンとアロンソは予選のハンディを挽回し、回1では抜きにくいサーキットと言われる鈴鹿で果敢な。 オーバーテイクショーを披露した。レース後のインタビューで、ライコネンは自身のベストレースと語り、アロンソは3位という結果に不満だったものの、ミハイルとの 130R でのバトルを最高の瞬間だったと語った。デビュー以来、日本 GP において3年連続入賞していた佐藤は、スタート直後の1コーナーでコースアウトを喫し、 9周目にはシケインでトヨタのヤルノ・トゥルーリに接触した。その後走行を続け1周遅れの13位でフィニッシュしたもののトゥルーリとの接触がレース後に危険行為と判断され失格となった。トヨタ代表の富田つとむとりタイヤしたトゥルーリは佐藤の強引な仕掛けを強く非難した。コンストラクターズタイトル争いではルノーが逆転し2点リードして 最終戦中国 GP を迎える。ノーウィッキー、ノーウィッキー、レッド、リタヤ、DSQ、失格。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。